パトリック・ベルゲルは、チェコ・プラハ出身の元サッカー選手。元同国代表。現役時代のポジションは MF。ベルゲルは、チェコスロバキアの首都プラハで生まれた。1989年に、AC スパルタ・プラハのユースチームでサッカーを学ぶと、2年後の1991年に、同じ都市を本拠地とするライバルのスラビア・プラハと、プロ契約を結んだ。 また1993年にはチェコスロバキア代表に選出されたが、同国の分離後はチェコ国籍を選択した。89試合出場24得点の記録を残し、1995年にドイツブンデスリーガのボルシアドルトムントへ50万ポンドの遺跡金で加入した。オットマー・ヒッツフェルト監督の下で、 出場機会をつかむと1995から96シーズンのリーグタイトルと DFL スーパーカップ制覇に貢献するなどリーグ戦25試合出場4得点を記録した。しかし、ヒッツフェルト監督は本来の攻撃的 MF ではなく守備的 MF のポジションが適任であると考えそのポジションで起用する意向を持っていた。チェコ代表として年の欧州。 選手権準優勝に貢献すると、イングランドのリバプールの関心を引き、同年8月に3.25、イポンドで同クラブに移籍した。1996年9月7日のデビュー戦で、サウサンプトン FC に勝利すると、好調なパフォーマンスを見せサポーターから称賛された。UEFA カップビィーナーズカップ1回戦のッ歩、戦における活躍の後、 プレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞した。加入当初の好調なプレーにもかかわらず、ロイ・エヴァンス監督との確執もあって、控えに回ることが多くなり、移籍先を探すようになった。しかし1998年に、ジェラール・ウリエが新たに監督に就任すると一転して残留することになった。ウリエ監督の下では再び出場機会をつかんだ。 2000から01シーズンには怪我の治療のため、多くの試合に出場はできなかったが、UEFA カップと FA カップ制覇に貢献。FA カップでは9得点を挙げ、決勝のアーセナル FC 戦では、マイケル・オーウェンの得点をアシストする活躍を見せた。しかし度重なる怪我のため、再び出場機会を失うと、2002から03シーズンを最後にクラブを去り、 ポーツマス FC へ移籍することになった。在籍期間中に196試合出場35得点を記録した。2003から04シーズンのポーツマス FC でのデビュー戦では2得点を挙げ2から1でアストンビラ FC を下し勝利に貢献した。しかし2004年2月に膝の手術を受けることを余儀なくされた。そして2005年6月にポーツマスを退団し、 アストンビラに2年契約で入団した。ベルゲルは選手キャリアの多くを怪我に悩まされた。2006年11月にマーティン・オニール監督の構想から外れると2006年にストークシティ FC にレンタル移籍、その後2007年5月28日にアストンビラとの契約を1年に延長することに合意した。そして2007から08シーズンを最後にクラブを去ることになった。 アストンビラでは3シーズン在籍し、リーグ戦29試合に出場した。対談後は、ユース時代に所属していたスパルタプラハと2年契約を交わした。2010年1月6日、現役引退を表明した。1996年にイングランドで開催された欧州選手権準優勝に貢献。決勝のドイツ戦では、先制点を決める活躍を見せた。 また2000年にオランダとベルギーで共同開催された欧州選手権にも出場したが、所属クラブでの怪我もあって、出場機会は少なかった。また、現役を通じて FIFA フフワールドカップへ出場することは叶なわなかった。2001年に代表から退くまで44試合出場18得点を記録した。ありがとうございます。